ごめん。待った？うっせえな。早くしろよ。行くよ。待った？俺も今来たとこ。あと1分で着くから待っといてね。君が望んでるもの全部叶えてあげる。美味しいご飯もある、綺麗なね景色もある、そしてプレゼントもある。しかも駐車場が無料。かっこよく言えな、それは。ほら着いたよ。ほら、ようこそ。これが神奈川の夢の国。これから僕たちの幸せ度を決めるラッキーナンバーを取りに行くんだ。これでラッキーナンバー引けたら、今日僕と君は勝ち組さ。あ、車来るから気をつけて。あ、あ、大丈夫？大丈夫？立て。強くなれ。あと8分。もうちょっとだけ待っててね。寒いの？温めてあげるよ。じゃあ代わりに僕が引いてくるね。ほら、それ。え、ちょっとあの話変わるんですけど。あ、帰ってください。はい。あのめっちゃいい番号なんで、あのこっちはこっちであのやるんで。あ、もう帰って。ありがとうね。またね。ここから戦場なんで、戦場のメリークリスマス行きます。おはようございます。スローパッチステーションの戦場です。メリークリスマス。クリスマス、サンタさんからプレゼントもらわなきゃいけますね。我々プレゼントもらうっつったら、やっぱこういう日はメイン機しかないでしょう。前回も負けたエヴァです。いいのか。いや、サンタさんは絶対いる。いや、え、全員サンタさんじゃん。え、サンタさん、ハッピーセット。僕たちはここまで。メリークリスマス。その夢で良いメデューサの裸を見たら固まってしまいました。レンジローです。てことでメリークリスマス。おはようございます。スローバッチステーションレンジローです。また来たか。毎年毎年嫌な季節だな、本当に。でも私、サンタさんはいると信じております。まあ、皆さんが想像してるサンタさん、赤い服を着て帽子をかぶってトナカイにそれ乗っけてみたいな、そんなサンタはいるかいないか実際わかりません。ただ一つだけこの私言えることがあります。パチンコ屋さんにはサンタはいます。はい、それは本当に幸せを願ってるものだけが掴み取れる出玉というプレゼントをいただけます。クリスマスにカップルとかでパチンコ打ちに来てる人、すいません、僕みたいな寂しい孤独な人が出玉のプレゼントもらえるんです。だからこそ普段打たないエヴァンゲリオンね、またコウキさん、エヴァンゲリオン基本負けなんですよ。で、前回エヴァ打った時も確かここの同じエヴァで神話になったんですよ。だから今日はいい神話を作りにやってまいりました。ミッションこちら。どうもレンジローです。新しいミッションが始まりました。今年のミッションはチャンネル対抗戦。毎月ポイントを多く獲得したチャンネルが勝利。負けた方は隣駅で罰ゲーム。ポイントルールはこちら。11月末までのトータルポイントが多い方は超ご褒美休暇、少ない方は超過酷罰ゲーム。ジャンさんと一緒にカタカナ組に全部罰ゲームをぶつけてやる。ドカンジョーン。はい、ということで以上がミッションとなります。大変差がついておりますが、まだ諦めちゃいけない。まだ諦める時間ではない。言ったらいいでしょ、ヨータも言ってるでしょ、まだ諦める時間じゃないと。ということでエヴァ頑張っていこうと思います。最後までよろしくお願いします。さあ、クリスマスこれから一緒にね、いつもど根性やりたいよって言ってくださる方来てくださってると思うんですけども、今回は申し訳ございません。私個人的に一人身の方限定でど根性しようと思います。クリスマスだけは一人身で集まろうぜってことでオープニングいきます。じゃあみんな、お相手はいないということで、男たち寂しい夜にしないように出玉で勝ちましょう。よろしくお願いします。本日クリスマス新ガーデン戸塚店さんで一人でも寂しくないぞ。せーの、ドコンジョー。ドコンジョー。メリークリスマス。スローパッチステーションレンジローです。1枚目よろしくお願いします。サンタは諭吉1枚で十分ですから。いやー、何ヶ月ぶりのエヴァですか。
あの同じ系列のガーデン西浦和店さん以来のエヴァですね。その前日2日間エヴァになって、前日ここで同じエヴァでこれ打ったんですよ。でタコ負けして、暴走モード入ったっていう経緯がありました。詳しくはねこちらのエヴァをご覧ください。さあクリスマスに自分の得意ではないエヴァで戦っております。私イベントごと地味に好きでございます。だからなんかね、なんかの運命だと思う。こんないい番号取れてエヴァ座れたのも運命だと思うので、でこの番号なら正直スロットに流れていくお客様も多かったので、寝台のね5時エヴァも取れたと思うんですよ。ただ僕両方まあ打ちまして、5時エヴァもこの前打ちまして、どうなんでしょう、人によってだと思うんですけども、僕はねこっちのエヴァの方がね好きなんですよ。まだその5時エヴァの真の面白さに気づいてない自分がいるとは思うんですけれども、同じスマートハンドルでやっぱ1年以上もう出てから1年以上メイン機でこんだけ人気があるんですよ。このエヴァ苦手なやつですらエヴァは面白いと思う、すごいよねこの台。やっぱ5時エヴァはね正直まだ理解ができてない、理解が追いついてない僕の。だからもうちょっと理解深めた後に多分打つと思います。もうおそらくこれが出る頃にはジャンニーのね5時エヴァの新第6的なものが出てると思うんですけれども、僕もそれを見て勉強して改めて打ちたいと思います。まあ皆さんねもう当たり前に知っているので、簡単にねスペックの方だけ説明します。319、59、81以上です。続いて注目予告、槍、軍、霊、最終動き以上。私はあの個人的なもうプライドですね、もういい加減エヴァで出してみたいっていう、クリスマスだから出んじゃねえかなと。コキさんさクリスマスやん、まあ、いつも、ね、男2人でいろんなところで撮影してますけど、クリスマスに男2人きりってなんか寂しいじゃん。僕らねお相手もいるわけじゃないしさ、昨日のクリスマスイブ今日のクリスマスもさ撮影撮影で終わってしまうじゃん。もちろんパチンコ打てるのは嬉しいことなんですけど、それだけでなんか過ぎちゃうの嫌じゃん。プレゼント交換しようよ。プレゼント交換っていうよりプレゼントバトルしようぜ。俺とサトシラストランだからさ、俺とプレゼントバトルしない。僕がエヴァで苦手なエヴァだよ、苦手なエヴァで勝てばプレゼントください。2万円分はい、僕がだからエヴァで勝ったら2万円分のプレゼントください。何でも何でも、で逆に負けたらコキさんに本当に欲しいもの、好きなもの2万円分買います。やっぱいつも1万円分ぐらいだと思うんだよ。クリスマスだから2にした。どう、やるやんないは任せますよ。これでやんない選択肢をもちろん取ってもいい、だって勝てる自信があるからやってみせなさいって言われてんだから俺任せるよ。やりません。分かりました、動画終わりです。最後まで動画ご視聴していただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、コキさんバトル参加するということで、あまず参加いただきありがとうございます、まあ、ルールは本当に勝ち負けどっちかそれだけ。制限時間これで大変申し訳ないんですけれども、私この後福岡県に行かなければいけません。で年末年始の関係で飛行機がありませんと、4時までしか打てません今日。なので、まあ、制限時間が今10時ぐらいなので、10時から16時の6時間エヴァ勝ち負け、勝ったら私、負けたらコウキさんがプレゼントという感じでよろしいでしょうか。ファイナルアンサー、苦手なエヴァですよ。分かってんだよね俺、3時ぐらいにバッて出して帰ればいいって。そっからいつもあなたと私追ってるからこうなってんだよ。今日はその福岡県に行かなきゃいけないっていう飛行機のおかげで4時までにやめる勝ちです。全て計算されてるんですねここで。テレレ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 レ。それで最終確認いいですか、現地取らせていただいていいですか。 OK です。はい、2万円ありがとうございます。なんか出玉はもちろんねプレゼントとしていただくんですけども、やっぱこう見た目でもねいいプレゼントをいただきたい、全回転とか。でも最近私そういう引きは良くて、薄いところ、この前もレールが 7% 引っ張ってますし、その前のからくりサーカス 1% の全回転引っ張ってます。 3% のこのエヴァの全回転引けるんではないかなと思っております。本日もそういうところは引かせていただきます。あ惜しい、上段4来ると思った。後半で 5で当たってラッシュ。ちょっと待ってくれ、納得できないです。いきます、2枚目。あでもコウキさんね、まあ今ね、あーレンジローこれいつも通りだとか思ってると思うんだよね。もうすでにあなたは私我々のコンフィデンスマンの世界に入っちゃってるからね。これはいって、マジで奇数で当たれ、待って薄いところ。
もうひどすぎる。ダメだこれ、今日ダメだ。匂わせサンタしかおらん。綺麗事はやめましょう。3枚目もうこれが限界ですよ。エヴァーの万発出ないんだから、エヴァーは7500発以内に仕留めないとエヴァーは出ないんですから。いや幅広。コナン、コナン、これで俺が好きじゃなかったらどうしてくれんの。サイレント記事のアニメ思い出してたらヒントくれって言おうと思ったけど、ちょっと待ってくれよ。これさ、でかいてんじゃん。7777。3番引いたよ。399回転。何全回転見せてくれんの。ああ、ギジオンだ。何見せてくれんの、何の展開で見せてくれんの。最終合計、あれこのまま発信したらあれじゃない、アナザーインパクトじゃないの。はい、大拍手。もう変なクイズ出してるから変なクイズ出してるから、もう気づくの多分3秒ぐらい遅れたと思う。答え何、ドクターストーン。くそくそ、耐えてよかった。27000円、投資398回転か、失礼しました。予言通り薄いとこ引っ張った得意でございます。クリスマスに全回転、カオル君からの大プレゼントだよ、ありがとう。よし、163回転で99分の1を狙っていきます。ジョイ、もう何もカスタムすることなくバランス型でいきます。319の 3% 取れる人間 ST 20連30連できるはずです。いつもできないですよ、いつもできないけど、何か違うよね。カオル君からのクリスマスプレゼント、やるしかない。やばい、よくない、よくない、よくない。よし、マジギリギリ。何色、あー、いや、ギリ。なんで残り3回転、この微妙な緑。うわ、これ当てないと終わる、マジで。ああ、チャンス、イスラメル。か、可能性ある。頼む、頼む。お願い。あやたび、あやたび。あと3回転しかない。これマジで、これ当てないと終わる。レバー、レバー、レバー。緑放流。うわ、これなんでこのちょうどいいの最後持ってきた。よーし、行くぞ。これ押せたら俺の勝ち。ゲームセット。ここの台のエヴァだけなんかやってるって絶対。とても全回転を引いた男とは思えない。4枚目5。いやー、なんかさ、もう僕がずっと動画で出してるエヴァずっとこんな感じなんですよ。まくれないし、負けたし、プレゼント代もかかるし、金ねえよ。なんでクリスマスにこんな金なくなっちゃいけねえんだよ。もっと幸せなやつから金奪えよ。福岡行きます。はい、ではここで新ガーデン戸塚店さんの出玉紹介していこうと思います。はい、まず最初、まあまあまあ毎度のコーナーになっております、バラエティの複数大記録となります。ライトミドルのパワー以上に弾出ております。まあ1万発ぐらい持たれているといった感じですね。で、本日スロットの方は結び次第入っておりまして、パチンコスロット両方ともアプリの記事で見れるかもしれないので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。メリークリスマス。久しぶりの福岡県でございます。で、ここのお店さんね、1回だけ来たことあるんですよ。ヤマトで1回も当たんなかったので300はめ倒して、確か愛知県に行かなきゃいけないって感じで飛行機乗った記憶がある。おはようございます。お願いします。え、これさっす。27、3分の1ぐらいですかね。上位層に入ってます。
おはようございます。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。スローパッチステーションの私は最強でございます。昨日も角エバで負けました。本日も角エバ、神奈川でできなかったことを福岡県でリベンジさせていただきます。クリスマスは皆さん2日間あります。メリークリスマス。スローパッチステーションレンジローです。昨日しっかり負けて全回転引いたのに取れ高がないっていう、もう大変なことが起きました。なのでクリスマス、誕生日と一緒っすね。大体2日間あるんですよ、そういうのは。今日カメラマンはうちのビッグボスグッサンになっております。やりますか。僕がサダマで勝ったら2万円分のクリスマスプレゼント僕にください。負けたら同等のものあげます。僕は昨日もう支払ってきてるんで。ガチで普通にいいヘッドセットを買いました。はい、だから僕はゼロにする戦いをするんですよ。プラマイゼロにする。パチンコで負けてクリスマスプレゼントを渡してマイナスだらけの戦いに終止符打ちに来ました。じゃあ今日グッサンやってくれるってことで、はい、現地取りました。関係ねえから年上だからって頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。ワンゲリオン。はい、私ですか。ザイス。そうそうそう、あれが大破して負けすぎてくそーとか言って背もたれやってたらバキーって、背もたれ今ビヨンビヨンです。背もたれが逆に俺に寄っかかってるんですよ、常に。いや、いつもエヴァンゲリオン打つときってカメラマンコウキさんなんですよ。あの人がカメラつくと大抵負けるからエヴァ負けるんですよ。今日誰だと思ってんすか、カメラマン。スローパッチステーションのボスよ。言うなればスローパッチのメイン機みたいなもんじゃないですか。その人がいて負けるわけがない。スタートのあの現地取った時点でグッサンの負けはほぼ決まってんすよ。時間、あーそうですね、昨日も一応時間はあったんで、ここじゃ10時回転なんで5時までにいかがですか。7時間。右のエヴァがどうにもできない、本当に。これ休みの日とかもそうなんですよ。エヴァで1万発行くのって本当にむずいんですよ。みんなよう言ってんなと思って、エヴァで1万発行けんだったら、あ、余裕でカバネリで、パチンコのカバネリね、5万発出ますかね。あれ、槍落ちるね。はい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 、いいよ、上段8でいいよ。これ一旦落ちます。そっから誰出てくるか。落ちろよ。はい、今日朝一5500円。だっ、いや、まだまだ全然諦めいや、弱い、あー弱いな。いや、だいぶここからレイが出るんです。これ昨日の朝一も同じ展開で外してます、レイ背景。このバターはこれはいい、これはいい。昨日はね、あの結局こういう時にあれ4号テンパイとかケツ5だったんですよ、アスカのリーチで。ケツ奇数で AT フィールド出ても外れたんですけれども、もう8だからシングル、もう本気出してもらいましょう。マステマ装備しなくてもいい、アスカ今でも。マステマ装備したいって言うならいいよ別に。よけな、くそ、もらった、これはもらいました。クオカ最高。よだれ出てきた。やっぱクリスマスは今日だよ。あー、もうこれボタン連打しまくっていいですか。はい、帰ります、これで帰ります。あー持ってるわ。こんな朝一早く当たったら本当にね、 N 万発目指せるよ。あー、僕はずっと信じくんですけど、おすすめあるんですか。カオル級ってプレミアっすよね。じゃあちょっとやってみていいですか。俺やったことないです今まで。いや、それはそうでしょ、だってまだ書いてあるんですもん。あー、なるほどね。あ、カオルくん探しゲーム、ウォーリーを探せ感覚でちょっとカオルくん探しますか。さあ、こっからは 81% オール1500発。もうカオル級やん。カオル、タイムとか、あの回転数のメーターもちょっとね、チャンスアップ入ってるんですけど、これ相手がカオルくんじゃないの。あれ、カオルくん出ないじゃん。この押せって声がカオルだったり、待って、レバーなんだけど。おい、出現率アップ。
だけ簡単よパチンコ始まったわ今日。この時点で、グッさんプレゼント確定です。これだよ、これが僕がいつも横目で見てたエヴァ、やっと来たわ。じゃあカオルくんのまま行きましょう。はい、はい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 、カオルくんどこにいるかな。あー、いたあー、いた楽しい。メンマより見つけるの早かったわ俺。まあ楽しい。そもそもシンジ君のデフォルトでやっててもあんな変化放流来ないですからね。あ、待って、当たったやん。144で告知出す、いいですね。やっぱ3強3系これありますからね。僕ね昔から知ってるんですよ。77パー確定。あの猛烈パイレーツって台があるんですよ。猛烈パイレーツもこの関係ない時に残り回転数何回って出た時当たりなんですよね。これが3強さん。押せからのシステム起動。うまい、もううまいよ。はいはい、もう昨日1日かかってもいけなかった6450発、昨日の記録超えました。軽いカレー、甘デジだ。99分の1じゃないこれ、多分ちょいパチぐらい甘い。だっていまだにまだ残り100回切ってないですからね。ずっと最初の63回転で当たってくれてる。じゃあ皆様にマル秘情報を教えます。俺と渚はここ近いんだ。よし福岡県勝てんじゃねえか今日。調子がいいやつ手あげろ。うわー、いいー、あーなんか来いよボタン。パチンコ簡単すぎる。何を今まで悩んでたんだろう。エヴァで一番出てるね私が。エヴァでは、はい行きましょう。次当たったら確か僕史上の最高当たりタイかな。1万発までは超えたことあるんですよ。うわっうわ苦しい。次回、あ、行かないんだ。鳥肌と胸の締め付けられが半端ない。よいしょ、万発。私もやっぱ遅ばせながら分かった気がします。この台が1年以上トップを走ってる理由が。 This is 最高にちょうどいいっすね。うん、本当に。あー、1万発、もうめっちゃ久々に超えたわ1万発。リゼロとかって1回転1回転抽選されてる感あんまないじゃないですか。だからエヴァってマジでちょうどいい消化してる感があるんですよね1個1個。まあでも今玉出てるから褒めてるんで、負けてる時はこんな褒めないです僕人間そうでしょ、玉出たら面白いよ。でもやっぱこう初めてねカオルくんモードとかを選んでやっぱ一歩踏み出す勇気は必要ですね。面白い幅が増える。やっぱね自分自身この辺が最高レンチャンだからここ超えたいですよね。残り50、もう引き剥がして終わります。強いです私今日。頑張れ、お前のエヴァはそんなもんじゃない。最終回転戻したかしたいんでしょ。頑張れ。なんでこれ以上超えられない仕様になってんだこのエヴァは。いや昨日は超えた、昨日は超えた、それは十分。177、持ち玉1万100発になりました。完璧です、出だし大好調で。今までの僕だったらこの出玉を全部減らしてはいフィニッシュだったと思うんですけど、今日カメラマンあの悪魔じゃないですから、あのゲラゲラ笑う人じゃないですから、今日は、今日に限っては。だから今日はまだまだ終えます。今1時間で1万発持ってる状態ですよ。開始で7万発持てるんですよね、この計算でいくと。1時間1万発ナイス、ガッシャンコ赤、ナイス、よしよしよし、ストーにグランで確認か。89、ふわりとふわりと来てほしい。何かがこのままでやばい。シンクロ開く、ナイス。シンプルだったらこれで当たりというね。
リエル、レイちゃん、ハチキュー、よろしい。短期行ってくれよ、短期で。さっき発信や、うん、このパターンは刺さってるな。悪くはねえな、これ。後からロンギヌス。もうレイちゃん挟まれて、挟まれて、挟まれて、挟まれて。挟まれてないっす。挟まれた、サンドイッチ。よし。デンタマステマ。お、カジさんじゃないけど、まだまだまだいい、まだいい、まだいい。これ可能性あるな。よし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 。十二分に可能性あるわ。うわっ、レバブルした。ここでここでレバブルするんだ。うわ、当たりだ。レバブルアップ、ここで炸裂すんの。321回転、落ち球2000発使いました。はい、3、4、5、6、7、8だと思うんですけども、多分ずれる。ぬってマジかよ、うますぎだろ。すべてうまくいく。お、これはもらった日だね今日。変わらずちょっと楽しみたいんで、カオル君出現率アップモードでいきます。こっからはダイジェストになるでしょうね、レンジロー。もうタンタンタンといきますよ。よし、エアーも流れます。珍しい当たり方。はいはいはい、持ち玉がついに元にすぐ戻りまして、プラスいってます。プラスからのプラスです。まだ2時間です。2時間で私はこんなに玉を持っております。珍しい日はあるもんだ。出せる気しかしてない今日。ん、煽りがない。赤、ちょっと待って、ちょっと待って。で、予告、珍しいプレミアカオル、珍しい。逆に私が3万発出したら僕の負けでいいです。買ってあげます逆にそんなたくさん出たら僕も気持ちよくね、グッサンにプレゼント買えますよ。え、珍しい。この状態を見ていただいたら分かると思います。今までのレンジローのエヴァではないっていう、エヴァーになってます、しっかり。もう昨日ね、本当に、まあ、やっぱね、優しいよグッサンは。昨日コウキさん外れるたんびにで、まだ頑張ろうねって笑顔で言ってくるんですよ。また悪魔ですからね。じゃ昨日の負け、コウキさんへのプレゼント代で、まあ、グッサンにもプレゼント渡すのを含めて全部まとめて玉で勝てばいいんで、そしたらもう気持ちよく全て終われる。で僕一個ね、カオル君強制出現打法っていうのを知ってるんですよ。だけどね、緊急時に使いたいなと思ってるから今じゃないと思うんですけど、もうそれやったらほとんどの確率でカオル君出てくるんですよ。なんでちょっとね、本当に緊急時だけやろうかなと思います。完璧、もう言葉はいらないね。ありがとうございます。多分もう多分一生ではないと思うんですけど、当分来ないであろう、こんな気持ちいいエヴァ。いや、みんな常に味わってんのか、これを。1万5000発これで超えますね。半分、半分いきました。3万発まで7500発。マジでうまくいきすぎて逆に緊張しちゃってます。え、こんな出しちゃっていいのって今思ってますよ。いいんですよ。2号機赤タイレバー、うお、初めて見た。最終号機突や。ちょっと打ってるけど、やっぱ知らないとか見たことないです。結構出てくるな。そりゃそうか、右あんまやってないから。いや、まだ早いですよ、まだ早い。ムーンライトセレナーデ、完璧や。こっちで月背景見る、こっちで月は見ないよ、なかなか。どっち、ボタンで外…あれ、こっちは突当たり暴走。
え、なんでこれいろんな当たり見させてもらってんの。え、シダキ見たことない当たりばっかなんだけど、さっき最終動きだし。一番パス超えました、ありがとうございます。まあちょっと残り100回転切ったら、やりますよ、渚薫強制出現打法。いや、有効だったら本当にこれで出てきたら皆さんちょっとやってみてください。いきます。じゃあ薫くん、今のうち。そうで大体で、今のうち、まだ待ってて、今のうち、まだ早い、うな騒ぎの腰つき。はい、出ました、渚のシンドバット歌いは大抵出ますから。あが、さっきと同じこと2回繰り返しちゃった。十分出玉が1万8000発持っております。素晴らしいですね、十分。もう終了しますか。そうっすよ僕はどうなってもこれはもう揺るぎない。やっぱ8連の壁、そして3万発、この辺り目指して気持ちよくクリスマス会終わりましょう。俺の知ってる中のエヴァじゃん。うまい、やっぱトントン当たるわ、トントン拍子で。さっきは何もなしでロンギヌス来たんで、8、9、1、2、3、3乗、3だよ、3だよ。いや、まだ分かんないですからね、まだ分かんないです、こっちに戻せる可能性ありますからね。ちょっとクマモンで隠しますわ、もう見たくないんで。まだ分かんないですからね。あれ、心よ原始に戻れ、入ってんじゃん。残酷な天使は聖者じゃないから確か入ってるよ。これ、これ復活戻りでございます、ありがとうございます。うますぎだろ、ありがとう。もう聞き慣れてるんで、残酷な天使のテーゼを。じゃあ最後出しますか、1万5000発だから12連ぐらいさせたら3万発持って綺麗に帰れる。すごいな、あのレンジローが3回連続でラッシュ取ってんの。カオルくんモードじゃないから、うわ、ちょっと待って、インパクトフラッシュ無理やりつけよう、聞きたいから。皆さんもうインパクトフラッシュ聞かせたいから。お、カオル、あー、やっほー、こっちもいるわ、やっぱなんない今日。いやー楽しいもう何これ本当に。でしかも SP 抜け後の400だから分母以内に当たってくれてんの。どうしよう、やっぱインパクトフラッシュ皆さん聞きたいと思うんで、これだけは、これだけは変えないように。聞ける、ついに、ついに聞けない。なんでインパクトフラッシュ聞けないんだ。オート来い、ナイスのエヴァから逃げるな、順調でございますね。あー、やだ、まだ終わんないでくれ、俺までロンギヌスになる、獣の槍みたいになる。耐える耐える、まだ耐える、まだ耐えれる。よし、なんとか、なんとか言ってくれただけでもいいや。さっき L、 さっき L と信じたい、出る L。 これはまあまあ無理でしょうね。まあ、ほんともうボタンですよ、こんなの分かってますよ。こっからだから、こっから、こっから、うっ、うわーっ、ラオマジかよ、そっちかよ。ダミーダメだと思ったらもうカオル、あー助かった。135ない、おお。総持ち玉が1万、あ、ごめんなさい、2万発超えました。逆に私珍しいかもしれないですね、こう何回も何回も当たり重ねて2万発いくっていうのが。いつもは一撃タイプなので珍しい伸び方をしてます。こんな日は出すしかない、頼む、出まぶる、お願い、まだ足りないです。いやこれ頑張ってくれたけど、いつもより頑張ってる、本当に
駆け抜けがないだけ本当に嬉しい。まああと2時間あるんで、でも持ち玉2万発十分勝ってるんで、やっぱみんな気持ちよく帰れるようにやっぱ3万発行ってプレゼント渡して、僕も勝って昨日分もまくって帰ります。あと2時間だけ粘ります。ありがとうございました。昨日負けたこととか、昨日プレゼント代も払ったとか考えたら、現在私4000発浮いてるんですよ。全然帰りますってことで、また実戦終了。カン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 、ど根性ど根性。5時、5時迎えまして、約束の時間までね、打って、まあ何も起こらず13,750発で5時を迎えてしまいました。でこの後、私大連戦で次長崎県に行かなければいけません。すごく変な形で終了となります。左を通りです。まあ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 、なんか申し訳ないですけどね、2日間コウキさんだったら気持ちよくもらえたんですけど、2日目のグッサンだけにプレゼントもらうっていう申し訳ない結果だったんですけども、これがエンディングになるので、まあ、あのテンションでレンジの何のプレゼントもらったかね、ぜひねちょろっとだけチェックしていただければなと思います。こんな珍しいエンディングですが、以上ど根性ダンケログでした。ありがとうございました。面白いと思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。刑事黄金一戦打ちに来ました。おー、バイブッド。おー、刑事ボタン捨てるじゃん。4500、おー最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。無事にビッグボスからプレゼントいただきました。優しい。これでいっぱいゲームできるんで、パチンコもいっぱい勝ちたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。